整いました。できたと噂の戦闘、夜な夜な裏の勝手口からそれを求めてゾロゾロとレッツをなす。入ったら最後、これからの人生もう二度と今まで通りの生活を送ることはできないという。ある人は言う、彼氏が詳細を言ってこない飲み会には必ず知らん女がいる。と分かりみがマジで深すぎ新作、あれマジで何なんだろうね。君へそのストレスを胸に、ロッカーを抜けた先の浴場、異様な佇まい。そのボックスでパパパパリパリ、サウナだり抜け出せないこの快感。からは年齢職業国籍は超える、昼間は地味すぎる平社員、夜はサウナでブイブイ言わせてるらしい。精神統一、目の前にある液晶は後半、正直もう一歩見えてない。もはや戦いづらく扉、ショーのメインはこれから。子供の頃思ってた、何のためにあるんだこの風呂桶、体を冷やしてはいけないという絶対的ルールを破るあるが、そこには確かに存在したんだ。頭から湧き上がる湯気、その顔は一つもなく勇ましく、日本の侍まるでヒーロー、そして小さくつぶやいた。結構なおととのいで、パパパパリパリ、サウナパリ、抜け出せないこの快感、からは7、8、9、10度、5